え皆さんこんにちはレクセン人講師弁理士の水崎ですエル、えー、ゼミのガイダンスですねまあ、いつもであればこう皆さんの前で生講義としてガイダンスするんですけどもそうではなくてウェブのガイダンスということになりますまあ、ご存知の通りコロナの影響ですよねそれによって試験日程も変わってしまって皆さんにもかなりの影響を与えたんだと思っています試験日程変わってしまったということはそういうことですもんねはいでまあ ここんな状況のの中でエルゼミを受講するにあたっても皆さんんいろんな心境だと思うんですね、うん、あのも,ともと来年の試験来年の論文試験突破を目指して、えー、頑張ろうという方これから一緒に準備をしていってぜひ頑張っていきましょう。なんですけれども一方で今年受験をしてきたそして今合否を待っているそんな中で果たしてこのエルゼミを受講する意義があるのかと迷っている方も多いと思います。でこれもうものは使いようと言いますか。 気持ち次第だと思うんですね。いろんな受講生いらっしゃると思います。あの論文がうまく書けなかったなと心配で不安だという気持ちを抱えて。ずっと勉強手につかないのであれば、もう割り切ってしまってですね。一緒に論文の勉強してしまった方が私はいいと思います。で、まあ考えたくはないんですけれどもね。やっぱりこう、最悪の事態ということも、一応は想定しなければならない。 で、そんな中で、来年もし受験することになった場合に。今勉強の手を休めてしまうと、来年に向けて準備をしているとの人との間で。こうブランク差ができてしまうわけですよね。やっぱりこの相対評価っていう試験制度の中で、非常にそれは怖いことではあります。で、もちろんそうならないようにね、皆さんが合格できているということを私も信じていますし、祈っています。 一方で口述試験を見た時に最近はこうロールプレイング化っていうんでしょうかね事例問題をこうパネルにしてはいどうですかっていうような問い方が増えてきてますよね。つまりこう突発的にこう瞬間的な大把握の力というものが求められているのかなというふうにも思います。ななののででででそんな中ででは限られた時間で論文の試験問題を解くっていうこの勉強は役に立つんじゃないかなと思います。 なので、まあその皆さんの目的に応じてエルゼミを有効に使っていただければいいのかなというふうに思っています。はい。まあちょっと冒頭長くなりましたけれども、簡単に初めに私の自己紹介はさせてください。えっと私は講師としてまあ7年8年ぐらいやってるんですね。入門講座それから担当論文講述すべての試験科目を担当してきました。 普段は特許事務務所に勤務しています、えー、特許等の出願業務、それから拒絶理由対応ですね、いわゆる中間処理ですか、それから審判や裁判なんかにも携わっています。今も何件か裁判は継続中ですね。あとは企業に行って、えー、知財のセミナーをやったりですとか、まあちょっと名前を伏せますけれども、えー、公的な機関で知財のアドバイザーをやったりとか、そういった仕事もしています。はいまあ、ちょっとね カッコつけた自己紹介をしたんですけれども私も受験時代はですね、えー、6回失敗しています受験に、うん、でやっぱり失敗するたびにいろんな勉強方法を試してきたんですねで今はやっぱりレックがこの弁理試験の中ではシェアとしてね高い位置にいるんですけれども昔はいろんな予備校があったんですねなので、えー、いろんな予備校の問題を解いてみたり あとは「写経」と言ってやったことある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、えー、模範答案をですねひたすら書き写すということも真似してみましたしそれから基本書もたくさん読みましたで「無こ審判」「傍聴に行ったこともあります」「あれ一般公開されているので誰でも傍聴できるんですね」うん、でいろんなことをやってきたんですけれどもえ実際答弁を受けてみたりすると、えー、30点とか40点とかいう答案が返ってくるわけですよ。 うん。じゃあなんでそんな自分が、えー、この弁理試験に論文試験に突破することができたのかこれは明確な理由がありますで、それはもの問題には必ず解き方が存在してその解き方というものは実は確率化できるんだということに気づいたことなんですねこの確率的な解き方っていうのはこの問題ごとに何かを 初めから考えていくのではなくてそういったこう何て言うんですかね思いつきとかひらめきに頼るような不安定不確実なものではなくてですねとにかく一貫して確一的に同じように何度も何度解いても同じように解いていけるっていうのが画一化された答案構成なんですねそれがこう反映されるのが今言いましたけども答案構成な,んです、ね、なので私のゼミではその「答案構成」 をしっかりと指導していきたいと考えています。答案構成の良し悪しによって、実は合比七割八割決まると言っても過言ではないんですね。もちろん、あの判例とかね、法解釈についても説明をしていきますけども。その辺を中心に指導していきたいと思っています。はい、じゃあ、その答案構成を含めて、論文試験突破に向けて、大事なこと。三つお話し,していきますね。はい、まず一つ。 ふどいですけども答案構成ですねこれによって合否は本当に7割8割決まってくると思ってくださいなので正確かつ高速に確一的に処理できるのが理想ですよね特許の案答案構成はだいたい20分ぐらいですから高速っていうところもね意識したいところではあります続いて2つ目自分を知るということです自分ができなかったことを知る この試験で大事なのは自分の得意分野を伸ばしていくというよりは自分が苦手なことをどれだけ少ななくでできるかというところなんですねで。自分を知るというのは言い方を変えるとみんなができていることを知るみんなができていて自分ができないことや自分だけができていてみんなができていないそういった相対的なとこれも初めにお話ししましたけれどもこの試験が相対評価だからですよね。 そして3つ目短くかつ得点できるような効率的な書き方いくら問題がですねきちんと解けたとしても限られた時間で限られた答案用紙にきちっとまとめる力がなければなりません。なので何度解いても同じように答案を書くことができるようにするこれが理想になります。皆さん29条1項1号問われた時にどう書きますかね これをですねあのその問題が問われる都度初めから考えてああだこうだってやってしまうと時間が足りなくなってしまうんですよね。でじゃあ2行ぐらい使って書くのか5行使ってしっかり書くのかこれによっても答案どれだけスペースを使うかによって変わってきてしまうのでやはり効率的に短い記載ではこの3つの、ね、準備について。 一体ゼミの中でどうやって実現していくかゼミの進行を踏まえてお話していきますはい。まずゼミの進行ですね簡単にゼミではまず答弁を受けていただきますそしてその解説そして小テストを1回挟んで前回の答案の返却とその公表最後に個別の質問を受け付けます欠席した場合講義は IC レコーダーで毎回収録しているので ウェブからダウンロードできるように準備をしておきます。そして個別面談ですね。ゼミの前の時間を使って個別に対応します。で、あの、私のクラス大体こう、大人数というか、大所帯で開講することが多いので。あの、毎回全員と面談というのが時間的に非常に難しいんですね。なので、ゼミが始まる前の時間を使って、毎回数名ずつね。個別に、面談して、指導していきたいと考えています。はい。で。 まあここで論文をすでに受験されたという方に向けてあの、まあ、ここで口実の、ね、指導なんかをしてもいいのかなと思っています。それは相談に応じ,相談応じますので一緒に決めていけばいいと考えています。はい、ではゼミの中で一体どういったツールを使っていくかを見ていきます。 はい、これ答案構成ですねちょっとまあ見づらいところもありますが、まあ、これをね今こう <laughs> きれいに見えることが大事なのではなくて私の答案構成の特徴これちょっと記号とかいろいろ使っていて今はぱっと見なんだかわからないかもしれませんが講義の中でしっかりとお話していきますね。答案構成の特徴はとにかくこれ特許法の問題なんですけれども衣装でも商標でもそれから問われている場面が拒絶理由通知に対する措置 それから侵害の場面であろうと審判であろうと、すべて同じように同じアプローチで解いていくことができます。なので確一的に解けるわけですね。で、そうするとなんかね、今までやってたやり方があるのにとか、新しいやり方ってなんか馴染まないなとか、いろいろ感想を持つ方はいらっしゃると思いますけども、多分そうはならないと思います。 うん、もちろん最低限覚えなきゃいけないことはあるんですけれどもこう、ね、皆さんが今までこう勉強してきていろんな知識が頭にあるわけですよ。でもなかなかななななそれっっててていろろんんところに散散らばって離散してる状態なんですねなのでよく相談を受けるのがこう答案構成のやり方がわからない答案構成の時に問題を見ながら気づいた順番に何か下書きをしていく。 みたいなね、そうやってしまうとこう問題解くたんびに答案構成も違うし答案は非常にに不安定になってしまうんですねそうではなくてい、まあ、わゆるアルゴリズムっていうんですかね頭の中に散らばった知識をかき集めてきて順番を並び替えてスッと順序通りに解いていくっていうのが私の考え方です。はい、これができるようになれば答案非常に高速かつ漏れなく検討することができます。 なぜなら順番が決まっていてい考えることもあららかかじめ決まっているからですよねこれがきちんとできるようになるとあのうちのねゼミ生の中ではだいたい論文実践答練で上位一桁に入る人が出てきますで中には本当に一番になったっていう人もいますなので必ず必ず皆さんできるようになりますからねはいで続いて個人採点表ですね これはその当連の問題で問われた論点それに対する配点そして自分の得点がこう一覧になったものなんですね得点に空欄があれば自分は書けなかったまあ、配点に対する得点,得点が低ければ何か自分は書き方がおかしかったつまり自分の弱点を知るきっかけにしてくださいそして自分が一体何でこの点数なのかなっていう根拠を具体的に知る機会にしてください 自分の弱点を知るということですね。はい、続きまして、公表アジェンダですね。これは公表の時に平均点とか最高点とかを出して総括として一体どういったところがみんなできていたのかなできていなかったのかな問題ごとの留意点は何なのかなっていうところ全体の公表として使っていくものです。これを箇条書きにしたやつですね。 先ほどの個人採点表はご自身が一体何が苦手なのかななんでこの点数なのかなこの公表アジェンダはみんなが一体何をかけていて何ができなかったのかなつまり自分と他人との関係相対評価を意識して自分がみんなができていたのに自分ができなかったのは何なのかなといったところも把握できるようにしています。はい、続いて 答案テンプレートですねでこれも結構評判はいいんですねゼミ生の中で。29条1項1号ちょっと読みますね本問では発明「丸は出願「丸前に展示会に発表されているため公然知られているよって新規清潔所の拒絶理由を有するこのように29条1項1号が問われた時つまり品質の条文に関してはもう書き方が実は決まってるんですね。 なので、品質の条文に関しては、このようにテンプレートを用意しています。なので、これを真似して書いていただければ、こう迷うことなく。一番短くかつ、得点が取れるような書き方が再現できます。なので、先ほど申し上げた二十九条一項一五問われたら、どうやって書きますか。答えは二行です。これできちんと点数が取れます。そのためのテンプレートです。参考にしてください。はい、で、続いて。 小テストですね大体こんなことをやっていきます、えー、例えば条文要件選手要件79条について検討すべき要件を列挙せよこう問われたときに、まあ、パッパッパッと頭の中で要件が上がってくるように訓練してほしいんですね知得経度の正当性出願の際現に実施または準備をしている発明の範囲事業目的の範囲の5つですよねとか、えー、審査基準のテストとかあとは判例テスト花根の穴埋めですね だ、担当のテストとか、まあ、いろんなテストを用意してます。青本とか、一行問題対策にしていただければ、いいと思います。あの、青本の穴埋めテストとかね、定義趣旨テストもありますから、一行問題対策にしてください。はい。で、今まで、お話してきました。えー、三つの準備が必要だ。で、ゼミで、どんな、ツールを使っていくのか、それをまとめて。じゃ、そもそも、三つも。ね、準備を、どう具現化していくか、を最後に、まとめます。まず。 正確無比な答案構成これ生講義の中でもしっかりとお話ししていきますしその際あのさっきお見せした答案構成を提示してえ作り方についても説明していきますもちろん添削の中でも指示していきますそれから弱点の洗い出しですね自分を知る個人採点表を使って自分は何が苦手なのかを知ってください その点は個別面談でも指導していきますそして公表アジェンダを使ってみんながどうだったのか相対的なところも知ってくださいそれから効率的な書き方もちろん答連で訓練していただきますしその際答案テンプレートっていうものえ配布しているので復習の時に短い書き方とかをね訓練していってくださいで最後えおまけでちょっと仲間っていうふうにつけました 受験時代ののの仲間は弁理とととしての一生の友となりますとで実際私が一番仲のいい弁理士の仲間も、えー、大体受験生時代の友達特にエルゼミー時代の友達が多いんですね。なので、まあ、このクラスも5月まで5月の頭ですねまで、えー、開校してますでその中で週1回ね顔を合わせるわけですから必然的にこう仲良くなるわけですね。 まあ大人なのでねあまりこう強制的にっていうことには考えてないんですけれどもぜひ周りの人たちとざっくばらんに、まあ、情報交換もありますからねお話ししていい仲間ができればいいなというふうに思っています。はい、じゃあちょっと最後になりますけれどもねあの今までこういった準備が必要でこういったツールで実現していきましょうというお話をしましたこれをいかにこう賢くいかに効率的にやっていくかが大事なわけじゃないんですよ。 大事なのはとにかく熱意を持ってこれをちゃんと達成していこうという気持ちなんですね。なのでとにかく合格に執着してください。その熱意が大事です。これ私はプロの講師として断言しますけれども、あの優秀な順番に受かっていくるとは限らないんですよ。やっぱりこうやる気があって熱意がある人の方がこう受かりやすいなっていう印象を受けています。そういう頑張っている人を私も全力で応援したいと思っていますからね。 あとは受験はなかなかねしんどいので、まあ、友達を作りながら、えー、できるだけゼミ楽しく進めていければいいなと思っています。なかなかしんどいこともあるとは思うんですけれども、何でも相談に応じますから言ってください。皆さんも頑張っていただきたいし、私も一緒に頑張っていきますからね。はい、ではぜひ最終合格を目指して一緒に頑張っていきましょう。私の話は以上です。ありがとうございました。